君届けよラララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ、他各社の提供でお送りします。2017年7月20日木曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ1448回目の放送、久しぶりですね。この番組担当いたしますのはナビゲーター正也でございます。沖縄県も毎日暑い日が続いてまして、暑いですねがもう本当に挨拶になるぐらい、このね本当にもう暑い日が続いてます。梅雨が明けまして約1ヶ月、まあ、近く経つんですけどもね、もう雨も全然降らない中、熱中症で病院に、ねまあ、運ばれる方のニュースも、まあ、毎日ではないんですけども、ね、ニュースで取り上げられるぐらい、ここ沖縄県暑い日が続いてます。まあ、沖縄県のみならずなんですけどもね、まあ、こういうまあ自然と、まあ、うまく付き合いながら我々人間というのは生活していってるんだなというふうに感じますけれども、ただ本当にこのお仕事をされている方、まあ、室内屋外、まあ、いろいろあると思いますけれども、本当に水分補給塩分補給を取りながら、ね、で観光に沖縄にいらしている方々も、まあ、本当に開放的になっている分、その暑さを忘れてね、本当に弾けてしまって急に倒れてしまうというケースもないかなと思います。だからそういう部分がないようにこまめな水分補給塩分補給して、まあ、沖縄を楽しんでいきましょう。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに、ここ沖縄県読谷村の情報を皆様にお届けする観光情報番組読谷ラジオ、ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にこのラジオからゲットできます。365日毎朝9時生放送で、体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りする観光情報番組読谷ラジオ。今日はねちょっとやっぱ暑いので、もう暑いね暑いねって言ったら余計暑くなるので、ちょっとひんやりする情報も交えながらお届けしていきますので、ぜひ皆さん楽しんでください。ラジオから聞こえてくる、これぞザ・ウチナーローカルなラジオ、観光情報番組読谷ラジオ。本日のナビゲーターはまさやです。皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp。 観光で沖縄にいらしている方々、そして地元の方々、ね、地元の方々だったら、まあ、読谷村ここおすすめだよとかね、まあ、場所、まあ、施設
まあ、飲食何でもいいですよ。で観光で沖縄にいらしてる方、今ここにいるんだけど読谷村どこに行こうか、ね、何か情報ないですかとかね、いつから沖縄来てるよとかね、何でも構いませんのでぜひメッセージをお寄せください。メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 マサヤに愛のメッセージをお送りください。さあ波の音が聞こえますね。やっぱこういう暑い日はね、このなんだろうな、涼しくなる曲を皆さんにお届けしようと思ってますよ。いいですね。なんかね、夜は夜でね、心地いい風が吹いてね、あの日中の暑さを全然感じさせないぐらいのね、また夜の沖縄の顔があるんですけども、まあ今日中真っ只中なんですけども、気持ちだけでも涼しくなりましょう。本日のドライビングナンバー、ビギン、イラヨイ月夜浜。お送りしております曲は、ビギンのイラヨイ月夜浜でございます。時刻は9時9分になっておりますけども、あのね、沖縄タイムスに掲載されていた外国人観光客の、ね、病気になった場合の、その医療機関の、ま、情報ということで載ってた、
話題があったのでちょっと紹介したいんですけども、沖縄県、本島離島を含む沖縄県内19カ所の救急病院で受け入れた、これね観光で沖縄に来た方の救急病院で受け入れた外国人観光客の患者数が2013年度から15年度にかけて2年連続で倍増したことが沖縄県医師会の調査で分かったそうです。また今年3月末までに医療費の請求に応じてもらえていないケースは5施設で21件あったそうです。未収額は合計827万円ということでね、本当にこの好調な沖縄観光の余波が、まあ、県内の、ね、医療現場に、押し寄せているということで掲載されておりました。沖縄県医師会では、病院で解決するには無理がある、観光立県として何らかの支援を検討してほしいと、まあ、訴えているということでございます。主にね、この外国人救急病院を使われる外国人観光客というのは台湾、中国、そして韓国ということでね、まあ、多く利用されておる利用されておるず利用しているそうなんですけども、いやそうだよね、本当にね、受け入れる側はそういう本当にね、この医療というのもね非常に考えていかないといけないなと思いましてね、こういう記事を紹介したんですけどもね、まあさっきの熱中症の話題ではないんですけども、本当にね何があるかわからないのでね、こういうものを前もって調べるのもいいと思います。沖縄県のホームページからでもこのね、医療鑑定調べることができますので、ぜひ観光で沖縄にいらしている方、もし万が一何かあった場合ね、対応起こってからではなくてね、前もって調べて、まあもちろん何もないのに越したことはないんですけど、もし万が一何かあった場合どうした方がいいのかわからないよりは、まあ調べてね、その情報をもとに動いた方が、まあすんなりいく部分があると思いますので、こういうね、情報を皆様にお届けしました。沖縄県のホームページからでも見ることができますので参考にしてみてください。さあ後ろで流れておりましたのはビギン、イラヨイツキヨハマ。ちょこっと涼しくなったところで、久しぶりですね。おじい元気ですか？おじい、おじいはもう暑さにね待てないぐらい毎日畑に、おじい身中下がったですけど元気でしたか？もう畑に行ってたということで、はい、もう知る人ぞ知るサブローおじいのコーナー行きましょう。サブローおじいが教える今日の沖縄の天気。お久しぶりですね。中月最日以内便うる天気やあちゃん朝天地時ちゅること熱中症気つきれる。さようなら。観光情報番組読谷ラジオをお送りしてます。本日の放送もここ読谷村高志本にございます。大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてます。時刻は9時13分。天気予報をお伝えしましょうね。今日は7月20日、天気は晴れでございます。波の高さは1メートル、日中の最高気温34度、今日の降水確率午前午後夜にかけてともに 10%。 明日21日も今日と同じく晴れ、日中の最高気温が24度、朝の最低気温でも29度ということで、本当にねこの暑さはいつまで続くのか、ただ暑さが大好きなマサイにとってはずっとこの暑さは続いてほしいなと思いますけどもね。ただ皆さん本当に熱中症にはくれぐれも気をつけてください。観光情報番組読谷ラジオ、お久しぶりねマサイがお届けしていきますけども、さあこの後 CM を挟みまして読谷何でも調査団、どうですか奥さん、ひんやりしませんか？暑いね、暑いねばっかりじゃ予定暑くなるね。だったらマサヤが冷やしてあげようね。この後観光情報番組読谷ラジオも楽しみにしていてください。で今日は木曜日ということで、毎週木曜日はホテル日光アリビラインフォメーションもございますよ。皆さん、この暑い夏を涼しく過ごせる、まあ、情報を聞けると思いますので楽しみにしていてください。それでは一旦 CM です。
読みたん何でも調査団。観光情報番組読みたんラジオをお送りしてます。時刻は9時17分になっておりますね。久しぶりにこのコーナーをお届けしますけども、まあ久しぶりと言っても初めて聞く方にはね、お前は何を言ってるんだというふうに思いますけども、この番組観光情報番組読谷ラジオ、ナビゲーターが4人いましてね、私雅也と、達也とかなえと山内と4名いるんですけども、この4名でね、回してるんですけども、回してるって担当してるんですけども、久しぶりに私が入るので久しぶりねと言ってますよ。よろしくお願いします。観光情報番組読谷ラジオ、この時間は読谷何でも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発展と触れ合い、あなたのへーはーの枠を広げる読谷何でも調査団でございます。さあ本当にいろんなね情報を流してますけども、暑いね。どうですかこの暑さ、吹き飛ばしてみませんか。あれ今後ろに誰かいたよね。あれ今前で誰か歩いてたよね。今あなたが見たのは本当の人間ですか。さあ本日の読谷何でも調査団、こういう暑い日にぴったりな、ちょっと涼しくなる読谷何でも調査団怖い話。実は昨年もね、まあ、昨年もというかずっとねこの怖い話特集夏限定でやってるんですけども、去年収録したやつで一つだけ流してないのがあったんですよ。不思議ですね。今日この日流さないといけないなと思いましたね。一つだけ流してなかった、見落としていたものがありましたので。でね、実はこの怖い話を聞いた後、まあこれは信じる信じないはあなた次第ですけども、同じ現象が起こるというふうに言われてます。まあ、詳しくはこちら皆さんに聞いていただきたいと思いますけども、語り部は徳芽衣さんです。自分が高校生の時の話なんですけど、よく部屋で、その当時金縛りになってたんです。もう金縛りに慣れっこになるぐらいなってたんですけど、ある日の夜、あ、また金縛りだと思って、いたらすごい膠着して、体がもう全然動かない。あれ、いつもの金縛りと全然違うなって思ってたら、ベッドの、右奥に、入り口があるんですけど、その入り口の前に誰かが立ってるんです。誰かが入ってきたなと思ったんだけど、鍵閉めてるのは確実分かるので、ドアが開く音もしてないと思ったら、この人影は小さいんだけど、小さい人影が歩くでもなく滑るようにスーッと自分のベッドの脇まで来たんです。でベッド脇にもう頭がちょこんってあるぐらい、だから相当小さいです。1メーターぐらいのだと思うんですけど、あ、なんか来た、でも全然体は動かないと思ったら、この子がベッドの上に上がってきて、そのまま自分の胸に乗っかってきたんです。乗っかってきたといっても正座してちょこん
と座って顔がそのまま自分の顔に本当近くでじーっと見ている感じなんです。重さ的にはどれくらいかな、まあ、スイカのでかいスイカが乗った感じぐらいの重さなんです。そんなに重いだろう。でも体は全然動かない。で、この顔はずっともう睨んでるもんだから、こちらもちょっとあまりにも時間が経ちすぎて、高校生でもあるので、こんな小さい子供に舐められてはいけないということで、睨み返したんですね。睨み返したら反対側の窓から月明かりが差していたので逆光の感じで真っ暗な顔だったんですけど、だんだんシルエットが見えてきて、おかっぱ頭の肌がとっても綺麗なですね、今でいう CG のような肌質感なんですよ。真っ白な感じで、だんだん目が見えてきたら、目がものすごく大きな真っ黒の目をしているんですよ。着物を着て、おかっぱ頭、目が真っ黒という状況を確認した時に、あまりの恐怖に気を失って朝目が覚めたという、非常にその時はとっても怖かったです。お前だ。この話を聞いてしまいましたね、あなた。聞いてしまいましたね。おかっぱの女の子が今日の夜いらっしゃいません。どうですか。まあ、今年の夏も怖い特集を予定しておりますけども、皆さんの怖い体験もお話も募集してますよ。メールアドレス fm786@fmmeta.co.jp。 今週からか明日から、終了式は明日、終了式は夏休みが始まりますね。子供たち、いい子にしないと来るよ、貞子が来るよ。ということで、本日お届けした読谷なんでも調査団、皆さんにちょこっとだけ涼しくなっていただこうと思いまして、怖い話をお届けしました。さあ、夏休みも、直前、この読谷ラジオでは怖い話特集企画、はい、設けてますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。怖いね。あれ、あの人さっきいたっけ。向こう側から腰ジャンプ、考えによっちゃ得策、 Welcome to the 極楽。時代が求めたビッグバン、今も時計の針はチークダック。今宵夜空の星たちとコラボレート、リズムを刻んでチークダンス。二日酔いで過ごす週末、よそ者受け付けぬ集落。そんな引け目潤す周波数、それは 78.6 メガヘルツ。FM 読みたな。
ピラインフォメーション。毎週木曜日ホテル日光アリビラインフォメーションをお届けしていきます。久しぶりにこの番組担当しますけどもね、太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。久しぶりですね。おはようございます。はい、おはようございます。ホテル日光アリビラの広報担当しております谷継と申します。よろしくお願いします。1ヶ月以上ですね、谷継さん。本当に久しぶりですね、うん、そうですかね、うん、なんか前より美しさが増してないですか、うん、ありがとうございます。ちょっと前髪切ったからかな。わかりました。分かった。前髪が違うなと。あ、マジですか。そうそう、なんか前髪切ったら、うん、若く見えるかなと思って。あ、そうなんだ。じゃあ俺も参考にしてみましょうね。はい、そんな若返った谷継さんと久しぶりに担当しますけども、谷継さん、はい、暑いですね。暑いですね、本当暑い。なんかあのビーチの、ね、うん、方たちも熱射病とか熱中症気をつけていただきたい。そうっすよね、うん、この、まあ、沖縄に来て、まあ、今の時期は本当にビーチを活用する方も多いと思いますけども、うん、この返し、砂浜のこの返しで熱中症になる、やけどもないですか。やけどありますよ。やけどあんまり、沖縄の日差しを甘く見たら大変ですよ ね。焼いて帰ろうってね、うん、本当に軽く思って焼いてしまってちょっと軽いやけどになる、うん、危ないです ね。水ぶくれとかね、なりますからね。本当にこういうものがないようにしていただきたいですね、うん、気象庁が出している天気34度、まあ、明日も34度なんですけども、うん、実際に肌で感じるのはそれ以上なので、うん、それ以上。あとは熱中症ですね、帽子だったり、まあ、本当に日陰。谷継さんの暑さ対策って何かあるんですか。はい、暑さ対策、外に出ない。まあまあまあ確かにそうですよね、うん、でも、ね、屋外、まあ、中でも外でも熱中症はありますから ね。でも 日傘さすだけでも結構涼しかったりするので。谷継さんの日傘似合いそうですね。うん、ヒョウ柄のやつ。ヒョウ柄、さすが関西ですね。な、関西イコールヒョウ柄。ヒョウ柄、お、リアルヒョウ柄傘持ってるんですか。そうワイルドですね、さすがですね。そんなワイルドな谷継さん、前髪も切って、はい、はい、もういろんな情報今日もアリビラの教えてくれると思いますけども、なんか情報あります、はい、これ新しいなんかパンフレットですか。そうですね、夏のイベントの五感で、はい、五感で楽しむアリビラ、サマーバージョン。すごい、はい、あ、サマーバージョン、うん、本当だ、はい、いろんなのが載ってるんですか。どういう内容 で、夏のイベントとか、うん、お得な情報とかが載ってるパンフレットなんですけど、うんうん、夏休みが始まるっていうことで始まりますね、はい、今週ですかね、20日から、うん、サマーイベントウェルカムミュージックと、プールサイドライブサウンドカクテル2017、はい、あと、開催今ずっとしてるんですけど、うん、毎週火木土日で、はい、ジャズナイト、アリアカラで、はい、これ夏限定ですか。アリアカラは通常ずっとやってるんですけど、うんうん、ウェルカムミュージックとサウンドカクテルは夏休み限定で。あ、そうなんですね、はい、これは週に3回、今年からですね、うん、ウェルカムミュージックが毎日開催。あ、毎日、はい、そうなんですよ。これ時間は、時間は14時からと15時から、各30分間ずつです ね。ロビーの中央ソファーで、スペインの街並みでのプロムナードコンサートをイメージした、うんうん、ウェルカムミュージック、はい、ギターの演奏です。これ無料で見れるんですか。無料で見れます。なんか本当になんだろうな、この暑さを忘れさせる心地いい音楽が聴けるんです ね、うん、そうですね。ウェルカムミュージック、うん、これちなみに演奏者はどなたが。演奏者はですね、いろんな方に来ていただくんですけど、じゃあその方々が、はい、まあ、選んだ曲を聴、まあ、いていただいて、はい、いいですね。いや、素敵じゃないですか。いいですよ、このロビーに暑さを忘れるというか、はい、ロビーに入ってきたら生の、ギターの音色が、いいですね、はい、しかも生で、うん、涼しくなりそう、はい、で、これ以外には
7月は奇数日、うん、8月偶数日開催で、はいはい、プールサイドライブサウンドカクテル2017ですね。夕方18時30分からと20時から40分間ずつ、プールサイドでアーティストのライブがあります。プールサイドから見える西海岸、うん、いや本当に綺麗な夕日が沈むから見れますからね。これね最高なんですよね夕方。いやいいな、うん、夕方6時半、あ6時半、はい、ちょうどいいですね。ちょうどいい。えこれは入場、また入場料かかるんですか？入場無料です。無料？無料。マジですか？これは奇数、7月は奇数日ですね。21日から始まります。はは、あ8月まで、8月いっぱいまで。あ本当に期間限定なんですね。はい、いやこれは行くしかないですね、うん、6時半からトータル3回ですか？2回ですね。夜はウェルカムミュージックがお昼2時3時ほうほうで、プールサイドライブが18時半と20時。あなるほど。あちょうどいいですね、うん、夜は夜で夕日は夕日で2回聴いてもいいんですよね、うん、はい、いいです。あいいっすね、夕日を見ながらの音楽と夜のまた沈んだ後のでまたニライビーチのこの波の音もいい BGM になりません？なりますよ。いいっすね。すごいいいですよ。なんか想像できる、うん、あこういう空間本当にアリビラでしか感じられない空間、はい、まあ、音楽とともに暑い夏を、はいはい、涼しくできるまあ音楽のイベント、はい、で夜ですね、はい、アリアカラ、ラウンジアリアカラで、うん、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、ピアノやギターの、これまた大人な大人な優雅な夜の時間がいいっすね、過ごせます。時間がですね19時45分、うん、はい、20時45分、うん、21時45分各30分間ですね。これは夜ですね本当にね、はい、アリアカラ日中はまあケーキとかコーヒーとか楽しめる、うん、場所、はい、夜ってことはこれまた夜のまたあれメニューとかあるんですか？はい、あります。カクテルとか。素晴らしいですね、はい、ウイスキーも。ウイスキーもいいですねまた夜は夜でこういう雰囲気、大人な感じのジャズですか？ジャズです。これも生で？そうです。いや素敵、うん、いろんなあれですね、顔を見せますねこの場所場所で音楽だったり雰囲気、雰囲気は絶対必要ですよ、はい、アリビラの建物自体がもう本当にもうスペインを思わす建物なんですよ。その中でまたこの場所場所でまた色を出すというのはすごいですね。そうですね、うん、基本的にですねウェルカムミュージックは ラテンというか、うん、まあ、スペインをイメージした曲調になると思うんですけど、はいはい、うん、あとサウンドカクテルも、はい、ちょっと盛り上がるラテン系のミュージックだったり、いいですね、なんかバラを加えながら踊りそうな感じの曲ですか？そうですね、そんなのもあるのかななんか闘牛とか出てきそうですねいいですね、こういう雰囲気でアリビラ楽しめる、しかも入場無料、はい、ね、大人な雰囲気だったりカップルご家族でも楽しめそうですね。そうですね、これ夏限定、夏限定サマーイベント、はい、これ以外にもなんか、はい、これ以外はですね、お子様が楽しめる夏休み、はい、キッズセーリング、はい、アリビラのキッズセーリング、はい、カタマランヨットに乗ってクルー体験、はい、帆を張るセーリングの、はいはい、体験です。へー、できるんだ。はい、子供たち限定なんですね。そうですね、キッズセーリング、はい、7月15日からスタートで、はい、火曜日、木曜日、土曜日開催。あ、じゃあもう始まっているんですね。そうですね。あ、そうなんだ、はい、要予約、ご連絡いただいた方がいいと思います。そうですね、確実に、はい、で時間が潮の状況によって変わりますので、あ、はい、できる日できない日、まあ、時間帯によってずれる可能性がありますね、はい、前もって連絡した方がいいです ね。 そうですね。これ実際に沖に出るんですか？沖に出ます。あ、出るんだ、はい、自分たちで帆を張って、うん、今パイレーツオブカリビアやってるのでこういう影響すごい大きいと思いますよ。そうですね、うん、本当に、うん、ジャック、あ、ジャックじゃねえや何でした、ど忘れしたら、まあいいか、
ね、パイレーツオールカリビアの影響あると思いますよ、うん、これどこに連絡した方がいいですか。こちらはマリンハウスにご連絡をお願いします。マリンで、はい、マリンに、まあ、まあ総合電話番号でもそうですね、繋がりますよね。代表、はい、代表にかけていただいて、うん、キッズセーリングと、はい、おっしゃっていただいたら繋い、そうですね、はい、繋ぎますので、はい、982-9111 が、まあ、総合電話番号になってます。982-9111ホテルニックアリビラ総合です。いいですね、子どもたちもなんか楽しめるイベント、はい、大人だけではなくて本当に家族でみんなで楽しめるイベントですね、はいはい、あとこれ気になるのがこれなんすか、うん、朝エステエステ、うん、なんすかエステって朝ってあれなんですごいんすか。朝も結構いい人気があるみたいですよ。そうなんだ、うん、朝ヨガとか聞いたことあるんですよ。朝エステ、朝エステエステってあるんですか。アリビラエステあります。専属の専属ビューティー吉村さんが入ってるんですけど。うわすごいですね、はい、これをアリビラで。はい、アリビラで。これもちろん女性限定ですよね。ね、男性のメニューもあったと思います。あるんだ、はい、受けてみたい受けて受けてやってみたいな。これおいくらですか。ですね、朝エステは7月1日から9月30日までの、うん、これも限定なんだ、はい、限定で10時から12時までの限定になるんですけども、うん、フェイシャルコース、はい、スペシャル70分、うん、基本料金12,960円が9,020円で受けられます、はい、割引になるんですか。割引、はい、これラジオ聞いたよとか言わなくても、うん、あ、そうなんだ、はい、朝エステやってみたいな男もあるんだありますよ。エステ通常もずっとあるんですけど。へえ、あ、はい、もうこのサマーイベントの中の一つとしては、限定メニューが 30% オフで。なるほどね、はい、あ、いいっすね。ぜひ男性の方もご利用できるということなので、先ほど電話番号申し上げましたけれども、総合982-9111にお問い合わせください。ちょっとやってみたい、はい、と期間限定でリゾートネイル、うん、ネイルもやってます。はい、あのネイルってあの爪ですよね。爪ごめんなさいね、私こんなの本当にわからないんですけどもリゾートネイルですか。はい、ネイルがですね、うん、時間が14時から22時までで、はい、キッズネイルもありますので。あ、子どもたちをね、はい、親子で。いや、あの音楽だったりこの体験だったりこの癒しだったり、うん、本当にこれアリビラがしかできない。そうですね、学びもあります。リーフトレイルやナイトトレイル。なるほどね、うん、そっか、海の生き物を観察したり、はい、あとはまあ星の観察的なものとかもあるんですよ、ね、そうですね、夜の生き物を観察したりですね。あら素敵、うん、夏休み充填中にもいいかもしれないです ね、 そうですね、地元の方にもおすすめでございます、はい、詳しくはホテル日光アリビラホームページでも詳細を見ることができますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、暑い日ね、熱中症にかからないように、谷次さんのようにヒョウ柄の日傘を持って皆さん熱中症対策してください。はい、ヒョウ柄別でしたねごめんなさいね。はい、ということでホテル日光アリビラインフォメーション、谷次さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。
レンタカーラジオドライブマップご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーです。このコーナーは沖縄店レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報を皆様にお届けするコーナーでございます。沖縄本島丸分かりロードマップ、行きたいスポット早分かり、簡単安心分かりやすいナビの設定が簡単なマップコード付き、しかもどんどん使えるお得なクーポンもついております。このクーポンを使ってね、浮いたお金でまたあなたのお土産だったり美味しいもの、ね、記念になるものを購入することができますので、はい、ぜひクーポンも活用してください。で、今日ちょっとオープニングで外国人観光客のお話ね、病院のお話をしましたけども、まあ本当にこの観光で来て本当に万が一に備えていろんなものが考えられる、まあ、想定としましてはやっぱり事故だったり、あとはねもう台風も今の時期本当にこの災害に関しては沖縄はね台風銀座と、もう台風銀座古いな、もう台風がよく来る場所ではありますから、その台風災害にあった場合のこの観光客の方ね、観光難民とね言われない、でこういう部分での、まあ、情報というのもね、実はこのドライブマップの最初のページに掲載されます4ページ5ページにね、この災害があった場合ね、こういうにして、対応しますよとか、まあ、津波だったり地震だったりね、この観光協会がね、あ観光協会じゃないや、沖縄県レンタカー協会がね出している、出している、ね、こういうにして、まあ情報もあります。前もっての、ね、こういう事前のチェックというのはもし万が一何か起こった場合の、早急な対応になりますので、ぜひ参考にしてください。その他にもいろんな情報が載ってますよ。この一冊あるだけで沖縄県を制覇できると言ってもいい沖縄ドライブマップ、レンタカーご利用のすべての皆様に手渡されるドライブマップ、ぜひ活用して沖縄店を満喫していただきたいと思います。以上、メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。おばあ、なんかよ、ラジオで読谷村の話をしてるラジオがあるって聞いてるけど、あんたわかるね？あは、9時からやってる？毎日な。大変だね。でも読谷村の情報が聞けるんだったら、おじいも一緒におばあと聞こうかね。なんて、観光情報番組を見たんですよっていうの？あいやな、これは聞いてみる価値があるかもね、おばあ。おばあにしりやみ。久しぶりに担当しますけども、メッセージもいっぱい来てますね。皆さん暇なんですね。嘘ですよ、ありがとうございます。あ、久しぶりですね。なおさんからですよ。先週から熊本県からお友達が来てます。読谷ラジオで仕入れた情報をもとに読谷村内を案内してます。 ありがとうなおさん。読谷にはこんなにたくさんの、名所がたくさんあるんだなと改めて知りましたと。なおさん自身も読谷の人、ね、なんですけども改めて知ったと。友人は読谷村戸屋にある戸屋漁港が気に入ったようで、1週間で3回もウミンチュ丼を食べに行きました。いいっすね、リニューアルした戸屋漁港ね、食堂で食べるウミンチュ丼、これもいいっすよね。さすがですね。今日熊本に帰ります。また読谷に来ると言ってます。読谷の魅力を紹介できてよかったです。読谷ラジオでたくさんの情報をもらえてよかったです。ありがとうございます。なおさん、ありがとうございます。嬉しいっすね。間に合うかな、いっぱい来てんな。ラジオネームゆいさんから、まさやさんだ、久しぶりにまさやさんの声が聞けて嬉しいです。今までどこに行ってたのですか、寂しかったですよ。でもまさやさんの声が少し鼻声に聞こえますが風邪ですか。でもセクシーですね。久しぶりにまさやさんの声を聞けたのでテンションが上がって仕事しますということで、ありがとうございます。ゆいさん、あーごめん、もう他のメッセージ読めるかな、これ間に合うかな。はい、あ、東京のババさんからだ。読谷の皆さん、読谷村大好きな皆さん、レッドバイカーズの皆さん、おはようございます。
東京もやっと昨日梅雨明けしました。短い夏のスタート、ちむどんどん。東亜旅行のジンベエザメ、グラスボードの500円キャンペーンは村民限定だったんですね。ホームページで知りました。残念。でも乗りたい。さて本日、ホテル日光アリビラインフォメーション、一泊でもアリビラを満喫してほしいと思い提案いたします。チェックインの当日は早めに到着しましょう。もちろんランチもアリビラでということで、食後はチェックインまで館内を散策、チェックイン後は思い出に思い思いに過ごしましょう。ね、潮の満ち引きチェックして日の入り時刻もチェックしてください。日の入り時刻30分前からサンセットの、景色おすすめですよということで、いいですね。なんかアリビラ2のババさんからのメッセージありがとうございます。その他のメッセージ読めない、本当にごめん。明日ナビゲーターに読ましますので申し訳ないです、ごめんなさい。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ他各社の提供でお送りしました。メッセージありがとうね。明日もあります。聞いてね。また後からや。